安倍総理は世界遺産登録の決定を受け、心から嬉しく思う。世界の宝となった国立西洋美術館をこれからもしっかりと守って次世代へ引き継いでいくとのメッセージを出しました。次は東京都知事選挙です。告示後初めての週末、各候補者たちは休日の有権者に向け都内各地で支持を訴えました。テーマカラーの緑色に身を包んだ小池百合子氏、東京ドームや遊園地があり多くの人でにぎわう後楽園に現れました。毎回場所に応じて演説に変化を加える小池氏。後楽園の場外馬券売り場前では馬にちなんで対立候補の一人をチクリ。討論会をするはずだったんだけれども、この方が出席しないということになって、その企画そのものが流れてしまいました。これはもう逃げ馬としか言いようがありません。簡単すぎて、必ずや優勝してまいります。鼻先どころか1馬身2馬身離して勝利を収めたいと思います。一方、カジュアルな服装の増田寛也氏が現れたのは立川市など東京のベッドタウン多摩地域。だからそれが嫌だったらね、1ヶ月以内に再出動解消の緊急プログラムを作ります。演説を行うと走って移動。そして、商店街などを歩きに歩いて待機児童問題などを訴えました。だいぶ歩いてこられましたけど、まだまだ体力、いやいや、まだまだこれからですけど、靴を何とか知りください。そして鳥越俊太郎氏は大きな駅に絞って街頭演説。野党の著名な国会議員も応援に駆けつけ、演説会場には大勢の人たちが詰めかけました。おいくつ？65、その大きさ。76、一緒じゃん。自分と同じ年の人を見つけて興奮気味に話す鳥越氏。やはり弱い人の立場に立つという弱い者の味方でありたいという気持ちが流れてます。と弱者目線で都政を目指す姿勢を強調しました。都知事選ではご覧の18人の方々も立候補しています。選挙戦は投開票前日の7月30日まで続きます。お知らせの後はトルコで軍がテレビ局を占拠するなどクーデターが起きました。背景には何があるのでしょうか。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。で、トルカさん言ってたらしいよ、あと4年、私たちを世界は見ています。さて、驚いてもらいましょうか。ビートチェンジ三井不動産。その薄毛まだ間に合う、そんなあなたに薬用育毛剤ポリピュア EX。 自信があるから全額返金保証。育毛剤を試したけどもう諦めている方へ、自信があるから全額返金保証。販売実績250万本、1本全て使用しても全額返金保証。まずはポリピュアで検索。やっててよかった、クモン式。この夏こそ、クモン！算数も全然、国語も全然、英語も全然じゃん。今できるところから始めて、高く、高く、どこまでも。もう、あんなところまで、おっと。夏の特別学習、受付中。さて、ニュースクローズアップはトルコで起きたクーデター未遂です。ヨーロッパと中東をつなぐ要衝であるトルコはアメリカなどが拠点を置く対テロの最前線であるとともに、
押し寄せるシリア難民の防波堤の役割を主になっております。そのトルコで一体何が起きているんでしょうか。この後現地で中継で結びますが、まずは軍の一部による反乱劇からご覧いただきます。街中で鳴り響く銃声、人々が地面に伏せる様子が映されています。15日夜、トルコ軍の一部が起こした反乱。最大都市イスタンブールでは海峡に架かる橋を封鎖。首都アンカラではヘリコプターが地上に向けて銃撃。議会の建物の近くなどで爆発が起こりました。さらにクーデターを起こした兵士たちは国営テレビを占拠し、軍の全権を掌握したとアナウンサーに読ませました。Toplumun tüm kesimlerini kapsayacak bir anayasa hazırlanmasını en kısa zamanda sağlayacaktır. 一方、クーデターを起こされたエルドアン大統領はこの時休暇で地方にいたため、スマートフォンを通じてテレビ放送で呼びかけました。Milletime de bir çağrı yapıyorum. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. この呼びかけに応じた政権支持者やクーデターに反対する人々と軍の部隊が衝突する事態に。そして翌日16日朝、休暇先からイスタンブールに戻ったエルドアン大統領は、軍の一部が起こした反乱だとした上で、反乱は失敗したとの認識を示しました。クーデターを企てた首謀者の一人は、ユルドゥルム首相は会見で、反乱に関わった兵士2839人を拘束したと述べた上で、今回のクーデターにはトルコ政府と対立するイスラム教指導者ギュレン氏が関係しているとの見方を示しました。市民47人を含む200人以上の犠牲者を出し、失敗に終わった今回のクーデター。トルコで今何が起きているのでしょうか。このクーデターの企てをヨーロッパ諸国は固唾を飲んで待っておりました。どうしてヨーロッパにとってここまでトルコが大事なのかを見ておきましょう。こちらの地図をご覧いただきます。トルコはアジアの最も西にあり、